はい、今は10時かな、10時過ぎかな、10時ぐらいかな、10時ぐらいになったらね、朝の6時半ぐらいと違って活発的にね、この子が動いてますね。はい、こんな感じで結構活発的です。スイッチが入ってんのね。あ、水も飲んだりしてたら今水飲んどったね。餌はまだ食べれないと思うけどね。まあまあ、エルサママのね、餌は食べたりできてんかは思わなんけど、このね、朝、先ほど与えたウェット型ね、見てます、こっち。かわいらしいね。舐めとんの、舐めたりしてんねん、手を。まあいろいろこんなところにも乗れるようになったからね、ほんまに。まあある程度ね、開けっぱなしでも大丈夫かなと思ったりするんだけどね、ちゃんとここに戻って寝たりしてるからね、この子たちも、子猫たちも。まあ、ドラゴの子とも仲良いし、ね、開けっぱなしもええかな思ったり。まあ、またね、様子見てね、そういうことをね、もうやっていきます。ね。落ちた。まあ、こんなん全然平気やからね、もう。まあ、やんちゃですね。まあ唯一エルサマも今休憩中だね。エルサちゃんは第4丸みたいな綺麗なライス。まあ今はドラコちゃんちょっと出してます。出たかりやからこの子。なドラコちゃんちょっと待っていいよ。まあまたね今日もここらのね、ドラコちゃん入ってきましたね。あ、舐め合いしてんね。エルサさんと仲いいね。あ、食べに行っただけですよ。泥棒しに行っただけですよ。ドラコちゃん、先いっぱい食べたやろ、お前。なあ。ドラコちゃん、それしとのや。無駄か、お前も先だ、食べた。はよで。はよで。はよで。ドラコちゃん。食べたか。あれはレオ、エルサちゃんのやつやから全部食べなあかん。お前ちょっと余分にやってんか。レオ食べるから、この子余分にやってんの。これでもお腹減るんやろね。はい、見てます。この子ちゃん、まあ、この色の子も可愛いけど、下におるね、2匹の子も可愛らしいっすよ。うん、あの子らもちょっと可愛らしいっすね。まあこれがレオちゃんみたいになるんかな、みたいな。後ろあまり下がっていかれへんようにしてるけど、まあ今日もね、また3匹の話してるのとかもね、撮ったりしようかなと思ったり、ね、皆さんなんかあれ結構良かった言う人も多いんでね、うん、まあ喧嘩もなくね、仲良くしてもらってるからね、全然 OK かな思ったりね。ドラコちゃんもな、お隣さんのな奥さんと仲良くしなさいな。見てるんかお前な、見てるんやな、カメラ見てますね。これなんやろうこれみたいな感じですよね。まあこんな感じで、また3家族のね、レオちゃんも含めてまた今日アップします。はい。